さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな、毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる、賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもデシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい、何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教練員より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教練員の学生がいるでしょ。あの人たち数日前にここに来てからずっと冴えない顔しているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。はあ、ダメだ、役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフなんとか言ったっけ。アフ丸の目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか。オルモス校にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。
今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、知識って買えるものなのか。どうするんだ。でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか。わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。さっきあいつらが言ってたのはこの束案だな。とりあえずどっかに座って、あいつらの言ってた人たちがいるかどうか確認しようぜ。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろんやつらを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回はやつらも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団のやつらなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。いらっしゃいませ。何者だ。何か用か。学生？教令院の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。モラは惜しいけど今は私ことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちは考古学を研究してる学生だからな。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもお前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だ。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それって、そう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、敵の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。
砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令員の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるためにあちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるかは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させる。普段俺らは教令員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイバットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼女たちの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。よし、言ってくれ。お代は払わなくていいから、今日のことはなかったことにしてくれ。
どうかしたか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待ってよ、お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ？どうしてこのことを知りたがっている？学生？あいつらが君と商売をしたのは君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああそうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか？やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にアフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れていけば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう、わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか？そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ちよう。君たちが来なくても構わないけどな。あの商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか？まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけがないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのは何だ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカーシャみたいなものだ。これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカー社とは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年教令院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では
真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てだ。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは一般人や教令員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのにはまだ諦めないんだな。いいだろう、人が少ない場所で話そう。さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいならあることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだがごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。うん、わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だからドリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわぁ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上商品を見る目も優れているから目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから彼女の商品の中で質の一番良いものを買い彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？から見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たときより価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらずその内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だがドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。
これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話し合おう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってる奴は旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ。お二方、こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは陶霊家の方だぞ。おっと、こりゃ失礼、間違いでしたな。ふぅ、びっくりしたぞ。抜き打ちまであるのかよ。お二人とも、倉庫はこの先ですぜ。ついてきてください。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で？あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ？どこにいるんだ？奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く。
く逃げよう。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。リシュボランコナから隠れるならこっちですな。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあもう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとヤバいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか。あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事に就けましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高い。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。
内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳、いや千歳一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万もらほどいただければ100万もらに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万もら払えば100万もら相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万もら以上したんだ。もうちょっともらを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ？それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万もらに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。ロリータの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで強霊院がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。モラモラ、キラキラとしたモララ。あら、お二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね。よ、来たか。君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだ。
わあ、なんだか教練員の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ。そもそもウィカラ大将屋とは教練員の管理下に、教練員の者がここで働いているのも当たり前のことだ。俺がオルモス校に来たのも、表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからだ。それにここにマハマトラは来ない。では早速ドリーと会った時の状況を教えてくれ。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら教練員がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でもスメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら教練員がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間教練員は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。わあ、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法もお前のお兄さんのこともわかるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ。それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし解明したいと思っている。もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを解明したって彼らに損はないからな。だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち。彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。スカーレットキングを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは教練員の者がスカーレットキングの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ、アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、物がこっそり商社に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して
自分が神の缶詰知識を手に入れたことを宣伝はしない。もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの約束も果たせなくなる。情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは、神の缶詰知識の行方を探すためか？うん、そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。もし情報がないと言われたら、もう2日待ってからまた行くといい。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど、その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか？いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが教令院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。ここを出よう。ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ片手剣の戦闘技術8。うん、実戦系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカー社端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。アルハイゼン、お前教令院で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ？学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。ごまかされたような気がするぞ。もういいだろう、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。今、君のアーカシャ端末に接続し、データを記録する。では、この缶詰知識を使おう。これを手に持って、君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君は、この力を活性化できるようになる。
ならもう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。ではデータをもう一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？君たちの買った缶詰知識は確かに彼女の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時の戦闘機能データは1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあそもそも彼女が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引はお得かもしれないと思えたよ。俺は先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリーに情報を聞くための経費だ。彼女の提示した額を払えばいい。ですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。今回はどういったご用件で？缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーは、オイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか？あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。おさすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ缶中なのですのね。ただその情報は決して安くはないですの。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ？私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁であるミズリさんによって確保されましたわ。アフマルの目？あのスカーレットキングを信奉するエルマイト旅団か？おーら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましていよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて
昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまーし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。今度会う時も友情の証を持ってくるのを忘れないでくださいましね。その思い、黄金の友情を。アルハイゼン、情報を手に入れてきたぞ。そうか、どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ、見ろ。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、至近距離に姿を隠すとは大した度胸だ。この上に映っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。彼の持っている独特な赤の缶詰知識は神の缶詰知識である可能性が高い。こうなると来週彼らとの武力対談で強制的に登場してもらうしかない。アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか最初は理解できなかったけど、今ではすっかり優位に立ったな。あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を貸してもらえるぞ。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。あいつらに会う日の午後3時、あいつらより先にここで合流しよう。ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。あ、来たぞ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。アルハイゼン、まさかイカレ野郎がまた現れるとはな。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を守ってくれるかどうか心配だったが、信用できるようだな。かなり盛大に迎えてもらっているようだが、俺の方も助っ人を連れてきた。文句はないな。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって恩返しのつもりか？いい度胸だ。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。野郎ども、かかれ！あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。リツ流直リツ流風の行く先を風を知れ。それそこだ。雲隠れ借りなく時全力攻撃だ。直レインの野郎、ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、あいつ一体どう
接続を切るぞ。目標発見、トライロック。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話のことか。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通りこれを所有して神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教令院に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたらオイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教令院の人間なんだろ。クラクサナリデビに会う方法を知らないか。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教令院には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教令院に戻るつもりだ。君たちはどうする。もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さてこれを先に処理するべきか、それと上へのレポートを書くべきか。